アメリカで、野垂れ死に寸前の最底辺の輪です。本当は私、お弁当を作りながらビデオを作りたいなと思ってるんですけども、ちょっと私、マルチタスクできないですね。今だってこうやって、このペンを使ってスクロールしながらでも、こう、どもりが、私、きつ音があるんでね、左利きなんで。どもりがこう出ちゃうんで、もうこのお弁当を作りながらっていう夢は捨てます。30人目の登録してくださった方、ありがとうございます。もしかして、仕事探しで使う、リンクトインの方じゃないかなとか思うんですよ。リンクトインっていうのは、まあ、自分の履歴書ですかね。そういうのを、まあ、全世界に向けて まあ、出しておくみたいな、ちょっとそんな感じなんですかね。まあ、私も、もう30年近く、仕事が見つから、まあ、いわゆる、もうクソ仕事しかありつけてないんでね、この30年間。なので、まあ、もうアルバイトでもいいんで、仕事があればっていう、そういう感じで、まあ私はリンクトインやってるんですけども、まあリンクトインっていうのは多分、ホワイトカラーで、高学歴の人だけが使ってんのかなとか思いながらも、まあでも、まあ、ブルーカラーの人でも使ってる人いるし、コネクションを、まあ、申請してくれる親切な人もいるんでね。まあ私、サンディエゴにいた時、ウーバーの運転手してたんですよ。そっちの関係で、時々、コネクションの、まあ、インビテーションですかね。そういうのくれる方がいるんですよ。で、まあ、YouTube とかは、とかって言っちゃいけないか、YouTube は、まあ、Twitter で、まあ、自動的に拡散したりとか、まあ、シェアね、Facebook とか Instagram でシェアをするとか、で、私、LinkedIn の方でもシェアをしてて、で、なぜか、LinkedIn の、再生回数の方が、なぜか、YouTube の再生回数よりも多いんで、まあ、もしかしたらリンクトインの方から登録してくださったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私、いつだった、日本語のビデオで、そのリンクトインと Facebook の違いについてみたいなビデオを見たことがあるんですよ。まあ、もちろん言わずと知れた、Facebook は、まあ、個人の楽しみでやってるもので、で、リンクトインは、まあ、仕事探しとか仕事のネットワークって、まあ、一応そういう違いはあるんですけども、じゃあなんで、もういろんなね、企業で、Facebook、Twitter ってやってんじゃないか とも思うんですけども、で、その、私がたまたま見たビデオで言ってたのは、リンクトインは、Facebook と違って、リンクトイン疲れっていうものがないっていうふうに、まあ、おっしゃってたんですよ。その YouTube を作った方は。で、まあ、それもそうだなって。まあ、一応理由としては、転職が当たり前の時代になったとはいえ、転職、まあ、もし、1年に1度とか半年に1度、何か仕事を転職したり、あと副業したりとか、あと、アルバイト2つ掛け持ちしてるとか、もうそうなったらもう半年に一度更新するのは当たり前で、まあ半年に一度ぐらいだったらそんな疲れるってことはありえない。で、Facebook の場合だと、まあ、いい写真とか、どこそこ楽しいところにリア充として行ってきたとか、まあ、リア充でも、キョロ充でも、ぼっちでもいいんですけども、で、そういうのは、まあ、疲れるっていう、それがね、まあ、Facebook 疲れっていう意味
ですけども、リンクトインだとその疲れるってことがないっていうことでね、まあそれ確かに言えてるなと思うんですよ。でまあそんな感じですかね。まああのはい、まあ30ってもうちょうどぴったり、もうね思い出しますよ、私自分が30歳になった時のことを。もうあのまあね29で時間が止まってくれないんでね。でもまあ私生まれが1970年なんで、自分の年齢数えるのも人に教えるのもすごい簡単なんですよ。ってことで今年2019年ってことは、まあ私ももうすぐね、もうすぐ49歳になりますってことでね、もうあの年齢っていうのはもう30で止まってくれないし、35でも止まってくれないし、もう40でも止まってくんないって感じ。まあもう一応ね、年齢的に私ももう白髪だらけみたいになってるんですけど、もうここまで来るとああもういいよとか思って、案外私50歳になってもそんなにがっかりしないかもしれないですね。一番がっかりしたのは30歳の時でしたね。40の時はそんなにまあ、がっかりしましたけど、30歳になった時ほどのショックはなかったですね。ってことで、あの30番目にあの登録してくださった方ありがとうございます。では実はちょっと遅れてるんですよ、本当は今42とか43番目の方が登録してくださってるのにこう遅れちゃってるんでね、まああのまあこの30、そしてまあ私が一生懸命言ってるキーワードのリンクトイン、これあのもうバイトでも就活でも転職でも、まあわらにもすがるっていう、まあそういう人いれば、このリンクトインで私アルバイト来たんでね、そのプルーフリーディングのアルバイトとか来たんで、結局3回アルバイトが来たのかな。でそれで、まあ、そんなに、あとはあの夏の間だけのなんか日本の日系企業でのアルバイトっていうのが、その毎日出勤するやつとかあったんですけど、まあ私ちょっとね日本人が怖いんですよ。なのであのなんやかんや言って、夏の間はちょっとあの子供の送り迎えとかがあるんでできませんとか言っちゃったんですけどもね。でまああのまあ私ミグタウとか独身ナウとかのビデオ聞くのが好きなんですけども、まあね子供が一人いるってことはあのもうしょっちゅうも車で送り迎え、ちょっと私車ほぼ、まあ私アルバイトのせいでって言っちゃないんですけど、車毎日使うんですよ。でもうアルバイトのために車毎日使う、そして子供の送り迎えはまあ大体1日おきって言っていいですね。で、まあ、まあ自由がねなくなっちゃうんでね、あのまあミグタウとか独身ナウとか、あのこう羨ましいというか、私も若かりし時があったと、そういう感じなんでね、あのまあ独身ナウのビデオで独身者は健康に気を使いましょうとかで、あの、まあ、独身の人の平均寿命とか、まあ、そういうことね、意地悪なこと言う人とかいると思いますけど気にしないでください。私もね左利きなんで、左利きは早死にするとか言ってきたやついますんでね。で私別にあの早死にが恥ずかしいとか長生きが偉いとか私はそんな風に思わないんでね、もう正直その犬とか猫のペットの世界では安楽死とか普通なのに、なぜかにあ人間には許されていないっていうのがね、ちょっとまあ残念というかね、そういう気持ちも実はあるんですよ。
まあちょっと安楽死についてはまたビデオ作った方がいいと思うんですけども、この安楽死がもし日本でも認められたら、まず孤独死が激減するんじゃないですかと私思うんですね。で、そうなると不動産業界だって、なんか不動産業界、あれはまあ事故物件の場合、家賃が安くなるとか、マンションやちょっと安くなるとかで、一人でも誰かが住んでくれた後はもう事故物件じゃなくなるとかって、もう最初の日一人っていうか、住んでくれる人見つけるの大変そうじゃないですか。まあ、そんなんでね、はい、ちょっと実は安楽死については私ちょっとそんな風な考え持ってるんですがね。はい、ってことで、30番目の登録者の方、多分ね、リンクトインの方だと思うんですけども、ありがとうございました。ということで、失礼します。